こんにちは。カメラの前の皆さん、こんにちは。専属学園音楽大学の NHK の課題曲講習会アンサンブルの魅力、もうね恒例になってきまして、たくさんの人に毎年ご覧いただいております。今日もまずは小学校の部の課題曲から講習をしていきたいと思います。歌ってくれるのは木曜2限のね、あのクラスの、コーラスアンサンブル実習の、クラスの、みんなに歌ってもらおうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ではまず通してみましょう。立ちます。曲名を言ってないですね。今年の課題曲は新見徳秀先生の作曲の届いてますかでございます。よろしくお願いします。座りましょう。というとてもあのチャーミングで、ね、ユーモアのある曲なんですけれども、最初はちょっと難しいかな、リズムとかね。頭からやっていきたいと思います。最初は、まあ、みんなも難しいけれども、実は割と指揮者泣かせというか、指揮が大変っちゃ大変なんですね。去年講習をやって、どういうふうに振ったらいいか、指揮法にも触れてくださいという、声をたくさん聞いたので、ちょっと指揮法の話も少しはしていこうと思うんですけれども、頭を一回歌ってみましょうか。全然違う振り方します。よし、こうそうなんですよね。
本当は今のでもまだ多くて、究極的には指揮法的にはこれ1拍目の頭の音がないので、本当は1だけで入れる可能性がある。ただし歌の場合はそれだとブレスができないので、僕はさっきどうやったかというと、前の小節を実は1小節、小さめに空振りをしてるんですね。なんだけども一応空振りなしでいきなり1で入れるかどうかっていうのを試してみます。いくよいくよ、入ってとかで入れないね。でこれ入れないし、今のようにこれをやろうとするとめちゃめちゃ緊張感が高まるよね。来るぞ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 、いつこんにちはで驚いたり、こんにちはみたいななってしまうので、それは避けたい。なんかこれ気楽で楽しくてさ、ね、わーいって曲じゃないですか。なので、これに、今の1だけで入れるのが理想で、この1を、熱いものを触った時には、ね、あちょっとこう跳ね上げるんですけれども、それだけではブレスや気持ちの準備が間に合わないので、ちょっと付け足すわけですよ。1にさらに1拍付け足します。ワン、ツー、スリー、こんにちは。そうすると、これでもいいんですけれども、気をつけなきゃいけないのはこの1、2、今3から振り出したんですけれども、1、2、3から振るときに3を点をフンって叩いてしまうと、間違えて3の裏で入る可能性っていうのは高いわけですよ。こんにってこうなりがちなんですね。だから3は上がるだけ、3、1で叩く、3は上がるだけ、3は上がるだけ、いきますよ、1、2、3、こんにちは。でもぶっちゃけ、これでもねちょっと練習したことは授業中はあるんですけども、これでも準備が僕は間に合わないと思ってんので、1から振ってます。いつも通りにいきます。上に構えて、説明するのなんか恥ずかしいんだけど、上に構えて1をそっと下ろします。1、2、3、こんにちはですね。みんなには一応ですね、この最初に降りたの1だからねっていうふうに言ってあります。いきます。1、2、3、こんにちは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 。そうです。で皆さんね、今ねとても上手に歌ってくれてるんだけども、最初のこの4小節で、これは聞きたい歌だなとなるか、大丈夫かなってなるか、面白くなさそうだなとなるか、この4小節で決まってしまうようなところもあると僕は思ってるんですよ。つかみってやつですよね。なので今みんな表情つけてもらってるんですけども、ちょっと一回ベトーっと、楽譜通りフォルテしか書いてないし、とりあえずフォルテでまっすぐ歌ってみましょうか。ワン、ツー、スリー、こんにちは、こんにちは。間違っちゃいないと思うんですけども、これね、こんにちは、こんにちは、こんにちはってね、だんだん音が上がってって、しかも最後ね、こんにちはでもいいのにラララララって書いてあるじゃないですか。このラララララをこんにちはで歌ってみて。オッケー。ワン、ツー、スリー。こんにちは。こんにちは。これでもいいわけですよね。これでもいいのにわざわざ最後をラにしてるっていうのは、やっぱりこんにちはよりもテンションが高くて、こんにちは以上のこんにちはがあった方がいいと思うんですね。なので最後のこの 4小節目にテンションが一番こう、なんていうかな、高まるように作ってみます。ただこれバランスの加減が難しくて、よくありがちな、なんていうのかな、表情肩のアラルガンド型やります。めっちゃたっぷり溜めてみます。それこんにちは、こんにちは、こんにちは。なしではないですけどね、この曲のそのね、ちょっとしたこのユーモアというかね、おしゃれさには今はちょっと合わないかなって僕だったら思ってしまいますので、もちろんこれ ね何度も練習してんだけどなかなかうまくいかないのが、ニーチワーニーチワーニーチワーとこうなるわけですよね、普通に歌ってしまうとね。なんで本当はこんにちはこんにちはってこう練習をたくさんしたいんですけれども、一方で長い音っていうのは、音楽をね、そのクレッシェンドしていくっていう上ではすごい重要なので、2の練習を今しましょう。こんにちは、こんにちは、こんにちはと2でどんどんクレッシェンドしていってください。ワン、ツー、スリー、こんにちは、はい、こんにちは、こんにちは、はい、ラララララ、そういうことですね。
まあ、今ぐらいは別にクレッシェンドって書いてないのにクレッシェンドするんですかなんて言われそうですけども、音が4回繰り返して音が上がってってクレッシェンドしたくない方がおかしいよね、ああというふうに僕は思うんですよ。なので今ぐらいは自然な範疇だと思いますので、ぜひやりましょう、みんなはやりましょう、ということです。今のように母音で1、2、3、4で盛り上げていくという感覚と、こんにちは、こんにちはっていうね、まあ、子に抱える日本語の重みっていうのをバランスよくこう作っていく必要がここあるかなというふうに思います。で、あまり説明したくないけれども、4回目はね、ちょっとだけ、ほんのちょっとだけ溜めてますね、今ね。こんにちは、こんにちは、こんにちは、あらららららやんたら、こう切るところをわずかに遅めに見せて、イントロの盛り上がりを作っております。では、先まで行ってみましょう。ワン、ツー、スリー。こんにちは。でここでルーラーラールーラーラーっていうところで8分の6拍子みたいなね、4分の3からね、入ってきます。これもユーモアですね、ユーモア。あとでこれがね、8分の7に変形しちゃったりもするのは、皆さんご存知の通りなんですけどもね。で、この手拍子ね、今ちょっと楽譜みんな持っちゃってるから手拍子ができないんだけれども、できる？なんかちょっと膝とかに置いてもらって、このさっき良かったなと思ったんだけど、こう手拍子がね、別に手拍子をうまくすりゃいいって問題でもないんですけれども、やっぱりこう音楽がね、音楽としてのまとまりってものが欲しいので、手拍子がなんかつまんなそうになるのも、手拍子だけが楽しそうになるのも、避けたいところですね。みんないい感じの手拍子してください。1番からいきましょう。ソーレイヤッパラッパ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 ッ、私なのか僕なのかちょっとはっきり発語してくれる？1回目私なんだけどね。それから休符がない、ラララララヤララララ、この休符取ってください。ポッ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 、ここで調が変わりますよね。やららららら、ちょっとドミナントくれる？そう、れ、ならならならちょっとこう柔らかくなった、心が温まるような和音に行きますので、ここね、ルーラーラールーラーラールーっても適当に歌ってみて、一回いきなりルーラーラ、そう、れ、ルーラーラーというふうには僕は作らなかったです。やってみてください。いいやつ。そう、れ、うん、次、ね、ここで、練習番号の3番ですけど、ベイドアになって、まあ、初めてこの曲で初めて、まあ、スラーが書かれているというところで、まあ、スラーがスラーっとついてるわけなんですけれども、スラーがスラーっとついてるわけなんですけれども、長い音ですね。ちょっとね、どうしようかな。音って、音のリズムっていうのはこのタイミングをね、作るものでもあるんだけれども、その音と音の間のなんていうのかな、空間を作るようなものでもあると思うんですね。ちょっとソプラノだけやります。私たちホモサピエンスってところね、またただつながってるだけのまっすぐ歌うやつやってください。ワン、ツー、はい、
これも間違っているわけではないですよね。ただ僕はこれはただ伸ばしてるだけでレガートの表現とあんまり思えないんですよね。で、まあ、僕はよく肉まんとかあんまんに例えるんですけども、音符を私たーとこう紙風船を潰すようなリズムの取り方じゃなくて、レガートの時は肉まんを半分にそっと割るような、私たちワンツーはいワンタン、そうホモサーピエンスサーピ、長い音は大きな空間サーピエンス、短い音は小さな空間、もう一回私たちワンツーはいワンタン、よしあるとやってみましょう。あるとも、何も考えないでベトーって歌う方からいきます。いきます、どうしようかな、2小節ください。ワンツーワンツー、はいはいはい、そうね、それも間違っちゃいないと思います。では良さそうなのやってみましょう。それワンそうね、やらららり、これはねイメージ的にはね、メーカー名は出さないけど、コンビニに売ってる裂けるチーズあるじゃん、プレーンとかスモークとか唐辛子味とかあるやつ、メーカー名は言わないんですけども、あれを裂き始めたらめっちゃ長かったみたいな感じ、思ってる10倍ぐらい、やらららりラララリ、それに対してやららややんやは思ってるよりの半分ぐらいぐらいの、その音空間の違いを感じましょう。もう一回タントランパンパンパン、ワンラン、そうそうそう、やららら、いやら、これ明るめにちょうだいね。これを合わせると多分結構立体的になるんじゃないかな。立体的なものを聞く前に、ソプラノもアルトもベッドリノのをもう一回歌いましょう。これね、僕の編集ではしょっちゅうやるんですけれども、両方できるってことが結構重要で、全然表現していないものとちゃんと表現したもの、表現ゼロと表現型みたいなやつで、それ両方を練習することによって、その間、いつでも好きなバランスで、その時の感覚で、選べるようにっていうための、練習でございます。まずは無表情、ただ伸ばしてる、いきまーす、やっぱ、うわ、では、立体感のあるやつ、空間を感じる演奏してみましょう。はい、ありがとうございました。で、まあ、楽譜を見てると生きていますの34小節ですね。ここに何か、まあ、フラットがあって、ちょっと特別な和音が置かれてそうですよね。まあ、調合で足りずにフラットやシャープがついているって場合は、基本的にその音階の音、固有音、固有和音ではなくて他から借りてきた、音ってことになりますね。だいたいエモいわけですよ、今風に言うと。ナウな感じで言うとね、ナウく言うとエモいんですよ。まあ、僕の名前は相沢ナウトです。いつもはもうちょっと笑ってます。いつもはもうちょっと、今日は緊張してる。そう、それで何言ってたかもう忘れちゃったじゃん。あ、そう、なのでそこにちょっと和音のそのニュアンスっていうんですかね、美しい星に生きていますって、ここに何か少しこうね、ラブ注入みたいな感じで歌ってみましょう。古いな、はい、もう一回いきましょうね。ベイドはそう、あれこのペースでやってたらまずいのかなと、はい、うわー、
まあ、そうですね。で、これあるとね、これ、スラを守りたい、今ちゃんとできてますけども、一回このスラを守らないルラルっていうのを聞かせてください。ルラルルラルってやつね。その小説からワン、ツー、スリー、ワン。ルラ、そうですね、それただ伸ばしてる感じですね。では、スラを守りましょう。ラララ、ヤララリラ、なんかこうルラルでちょっと持ち上がるんだけど、ギリギリこのルラルルラ、ギリギリくっついてる感じ。いきまーす、ルラルワン、あ、どうぞ、ワンとルラルルラヌ、そう、そういうこと。もう一回やっておいて、どうぞワンルナ、来てルナナ、そういやいやらら、そうラララいやらら、このてっぺんの音をもうちょっとチャーミングに歌ってくださいね。 OK、では皆さんで3番、もうくどいね、もう一回だけ歌って先に行きましょう。どうぞどうぞ、うわ、ありがとう。そこやりましょう。今度は4番ですね、メロディーがアルトに行ってゲスではフラット6個になって、よりなんか包容力みたいなのが増した感じかな。そこアルトは、置いといて一回ソプラノ歌いましょう。やーなんなーなんってやつね。これもあの楽譜通り何も表現しないでっていうか、あの何もなかったと思ってやってください。ワン、ツー、スリー、ワン。まあ、そう書いてありますね。ではちょっと音楽的にワン、ツー、スリーと、そう、まあ、上の S 届いてないけどね、まあ、それは今置いとこう。やーらん、やーらん、やーらん、ここにやっぱり少し山が欲しいですね。だいたいね、あの4つ並んでるときは3つ目がテンション高いこと多いんですよ。起承転結の転のところですね、そういうふうにできてることは多いです。二部形式の時も AABA の B のところとかね、そういうことが多いので、3つ目っていうのは結構重要だったりする。いきまーす、あるとも一緒。私たち、ワン、ツー、ワン、ダ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 ン、そう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 、そこね、地球というな、やららららり、地球を言ってる間に、いい、高橋名人の16連射、ラララララ、知ってる人、まだいるんだね、うん、16連射、地球で、ここで止まらないで、ラララララリラリ、で、そこの、なな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 、ちげーっていうのがちょっとなんかあっけらかんとしてるから、もう少しそのアルトに寄り添ってもらっていいですか、ソプラノさんね。それからもう一つ、地球というななっていうのがちょっと明るいっていうか、高い、ララ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 ーや、うん、まあ音程は今日はいいでしょう。オッケー、やりましょう。私たちワン、ツー、はい、ワン、ドン、ドン、はい、
これもね、アルトのルーラルーラ生きています。このスラ守りたいですね。今上手ですよ。上手なのを一回アルトだけ聞かせてください。ルーラル、ワン、ツー、スリー、ワン。ルーラル、ルーラルヌヌヌヌ。そうそうそう。で、生きていますって巣をね、鳴らすことにあんまり固執しないでください。やららららら。もう切れちゃっていいと思う、これ。どっちかというとね。ああ今上手ですね。これもその直前の49小節で特別な和音がありますね。これはなんかズキュン、ズキュンじゃないな、いてって感じです。つくって感じ、うん、まあこれはどういうふうに和音を感じるかっていうのは自由なので、まあ、僕はそう感じたってだけなんですけども、やらら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 やらららららら49小節の一拍目も少しなんかアクセントというか三好アクセントというか、テヌートというか何か特別な表情をいただけると良いかなと思います。26分かな。では、もう一回さ、なんだっけ、ゲスでは4番か、うん、に戻ってください。よーし、ワン、ツー、ワダン、ダン、ここね、多分ここが指揮法的にはまあ難しく見えるところですね。で、8分の7っていうね、一見割り切れないような数字が書かれているので、驚く先生方もいらっしゃるかもしれないですが、まあ4分の3ですね。4分の3ですねって言うと雑すぎるんですけども、今まで4分の3だったわけで、4分の3の3拍目がちょびっと長い、うっとうっとうっぱっぱうっぱうっぱうっぱっぱですね、まあ、223ってやつですね。223ね、女だったらねえねえさんです。あ、兄さんと姉さんを今かけたんですよ。分かってる。なので、この、指揮法的には、123123の3をポーンと跳ね上げて距離を稼いで時間を作る必要があります。これが123が同じ形だと、これあのどっかで123待たないとなんない。難しいね、うっと止まった感じになるので、123123123とっと123とっと1ちょっとですね、123とっと12やってみましょう。手拍子お願いします。それあっとらっぱ、うん、それでその時の指揮のポイントとして、全てを上で待って1を合わせようとしすぎるとめっちゃ遅くなります。やってみます。それ、うんうんみたいなことにならないように、自分の中の体内メトロノームというかね、あのしっかりしてどんどん歌を、まあ、聞かずにっていうと語弊はあるんですけども、あのなんとかな、自分の音楽をどんどん進めていく必要はあります。で、手拍子も、歌声もスービとピアノにする必要が、あります。で、手拍子のほか、ももや膝などを叩くっていうふうに、まあ、都合よくというか、あの書かれていたので、これを生かして、手拍子だとちょっと音が強すぎるので、今、みんなには膝とかももとかを叩いてもらってると思います。で、クレッシェンドするにつれて、まあ、自由なタイミングで、手拍子しかも高い位置に、だんだん戻していってもらうという練習を、ちょっとだけしといたよね。3分ぐらいね、ちょっとだけしときました。はい、では、やってみましょう。本当はこれは手拍子だけの練習とか歌だけの練習っていうのは絶対必要だと思います。今は省略して、全部うまいやつやってください。いきます。それあっとらっぱ、うんうんそうそう、
で手拍子がなくなった瞬間にテンション落ちないでね、今大丈夫だったかな、美しい星に星に落ちてじゃないや、生きています。落ちちゃダメですね、います。ここまであのパンって言い切ってください皆さん。もう一回ゴーで、なんかちょっとこのピアノになった時に、なんていうのかな、緊張感が高くなるピアノというよりはワクワク感みたいなのはあのちょっと持っててくださいね。なんか隣の人を見ながらワクワクするみたいな、あ、今やりません、今やりません、あのちょっとあのいろいろディスタンスの問題がありまして、前向いて歌ってもらいます。8分の7秒しいきます。それトロロトロトーン、わたねなねそれ、ちょっと中途半端に止めさせていただきましたが、ここね、ヤンパンヤンパンヤンパンパンパン、あの体の奥の心の奥の深いところからちょっとずつ歌を、出してください。タン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 、そうレエエポンポンポン、トン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 、ブレス、前、そうで、店長好きだよねみんなね、まあ押し付けるわけじゃないですけれども、こう綺麗だよね、ララ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 ラ、このゲードゥアからララララララ、ここで何かを変えたい、何かを変えたいので、ちょっとまず、式を変えてみました。普通に振ると、普通のあの式法というのは、まず最初に教わるのは、関節運動の叩きっていうのを多分習うと思います。この点を加速と減速、ボールが跳ねるようにとかよく言われますけれども、加速して叩いて減速する、こういう動きですね、こういう動きですね、こういう動きを多分おそらく最初に、勉強するんです。これは式にはね、叩きに始まり叩きに終わるとか言うんだけどもね、これはなんでこの練習をするかというと、叩くために必要な筋肉っていうのは普通備わってないからですね。だからこれ筋トレなんです、筋トレなんですけど、ここの筋肉だけを使ってるとレガートは触れません。じゃあみんな、僕がどんな式をしても無視してレガートで歌ってください。いきます。よく我慢できましたと、な、まあこれね、こういうことよくあるんですよ、合唱の世界で、なんか調教されてるみたいな、あの指揮がどう振ってもそれには惑わされずにいい音楽をするっていうね、あの合唱でいっぱいあるんですけれども、ちょっとじゃあ指揮通り、今の僕のあの叩いた指揮通りの音楽を皆さん演奏してください。それこれをですね、まあ平均運動っていうね、加速減速を伴わない運動に近づけていくとレガートになります。それ弓のように、マルカートって書いてあるんですけども、この空の下でっていうところから僕は今実際は、この平均運動から少し叩きを強めてマルカートの準備をして音楽をスムーズに次のシーンに移行できるようにと
というふうになんとなく思っておりました。で、これは、関節運動の、叩き、それから平均運動、その間の尺位っていう、動き、これは、基礎編なんですけれども、大昔からのその転調のポイントを美しく見せるための、方法というかがいくつかあるんですが、叩いてしまうとややね、こう、そう、さっきの紙風船を潰すような動きにな感じてしまうし、上から目線だし合わせなさいってことを、なんていうのかな、主眼に置いているような演奏に見えてしまうので、逆をやります。ちょっと一回みんな楽譜を置いて立っていただけますか。一回その叩いて拍を作ってしまう方、大昔の王の瞬間にみんな足をポンと下ろしてください、ポンと下ろすためにはどっかで上がるってことが必要になりますよ、当たり前ね。で、片足だけやってください、あ、両足じゃなくて、いやあ、す、ラン、ダン、はい、クンサンヤ、足、そうですね、はい、今の点の作り方って合わせるときによくやる作業だと思います。一斉のせってやつですね、せーのってこう上げて揃えるっていう作業はよくやると思うんですけど、ちょっと次に別のことをやってみます。次に一拍目、大昔の王の時に足を上げてください。ガース、ドン、それ、この方が、ね、王よりも、王は足を下ろした後に体が固まる瞬間が多いですけども、足を上げといた方がからなんか束縛から逃れられたような自由な感じが生まれると思います。さっきから音と音の間に空間を作れって言ってることにもつながるんだけどもね。で、これを表現する指揮法っていうのはあるんです。生き物の仲間と大昔か、生き物仲間と456の6の時にも1拍目か1拍目の直前まで入っておきます。つまり、この中123456とここだけ動きが速くなります。で、点に入っておいて、つまり足を下ろした状態にしておいて、大昔の大の時にここをこの力を使って跳ね上げて拍を作ります。潜入して跳ね上げる、潜入跳ね上げっていう技法なんですが、そうすると一拍目が今までこう指図していたような一拍目だったのが、ここだけフワって感じになります。さっきの超巨大肉まんをこう広げたような感じですね。これがこのベイダーのところには僕は合ってるんじゃないかなと今のところ思っているので、そういう風に振ってるんですけども、やってみます。もう一回立って歌ってくださいね。それを普通に振ってます。叩く、ダン、ダン、ネ、イスト、ト、ネート、ト、ヌー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 、そういうことですね。そういうことです。という、これ直接運動の、潜入、それから跳ね上げっていう、運動を組み合わせて使ってます。関節運動に叩き、平均運動、尺位、それから直接運動に、瞬間運動、瞬間運動、それから、潜入、それから跳ね上げ、そして、引っ掛け、引っ掛けという4種類があるんですけども、それらを、ね、ちょっと研究すると、音楽がより何て言うかな、機微に、溢れてくるかなというふうに思うわけです。では、座っていいよ、ありがとう。まあ、いちいちこんなこと考えて振ってませんよ。なんかこういう音が欲しいなっていうふうに思うと、そういうふうに体が動いてくるって感じでございます。もう一回歌って先行きましょう。解けなかった。いきます。ほい、テンポ、
今の私たちの輪の入り、とてもあのレガートで美しく歌ってくれようとしてるんだけど、だと今のだとちょっとあざといって感じがする、うん、この曲の、なんていうの、さっきから言ってるユーモアとかチャーミングな感じとかに比して大人っぽすぎるっていうのかな、うん、やらららじゃなかった、おおおおやらやらりら、テンポはなるべくインテンポ、今おおおおおおっていうのと私たちの和の入り方を入り口の角度相当変えてくれてるんですよ。おおおおやらやらり、弦楽器の弓の動きのようにみんな歌ってくれてるんですけど、それが遅くならずにやってください。いきます。7番それ、うん、あん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 、あはい、わぬそぬぬぬぬありがとう。そこのアルトの89、90小節の歌いますっていうの、これもララ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 、これもスラはついてるんですけども、次のねピアノのヤンパ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 ンってこのアクセントがついてる音楽に移行するために少しだけ縦の拍を強く歌ってもらっております。私たち高らかな歌、いきなり和から、そう、れ、和な、もう一回歌いまーってこうね、歌いまーす、何か大切なものを人にプレゼントする時のこのどうぞっていう動き、みんなやるよって感じがする。歌いまーって挑戦的。やららら、やそれ、わた。スクエア難しいですね。ショートゲネラルパウゼって書いてありますので、ここは指揮法的には、あこれ僕はあのピアノのパートのウッパッパウッパッパ、それからウッパウッパウッパ、つまり99小節から僕は三角形三拍子で振っておりますが、そのショートゲネラルパウゼというところで私僕私僕と跳ね上がってしまうとすぐに次の位置が出ちゃいますよね。ちょっとピアノだけいきましょうか。4分の3っぽくなったところ、それ私あどうぞ私僕とうん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 ってこう出ちゃうわけですよ。次は上がるとちょっと出てほしいんだけど、それうた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 うって出ちゃうわけですよね。なのでこれを防ぐためには3拍目を叩き止めします。見ててください。うっと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 、そうすると自由にあとはねコントロールできます。その時は体全身の力を腕だけじゃなくて体全身をピュッと引き締めてストップするっていう作業が必要になってきます。みんな歌いましょう、歌いましょうというか喋りましょう。草屋から、草屋、あのね、あのお父さんが食べるお酒のつまみですよ。草屋から、そういうこと言っちゃダメ、この神聖な詩に。いきます、そう、れ、草や、変や、獣、鳥、音上げてて。ここのページね、いろいろあるんですけど、最後ってすごくまあ大団円っぽいというか、今までのこの曲の要素が入り混じって、
すごくなんていうのかな、器楽的でオーケストラ的な、感じですね。でこの明日に向かって明日に向かってなんていうとこれポン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 ってこれ拍ごとに金管楽器来るからイメージ、これは明日に向かってやってみようか、なんかもうあのなんていうのこういうやつそれあうのねぬのねぬでもいいんですけれども、明日のあと明日の2にアクセントをつけます。向かっての無と向かっての手にもアクセントつけます。しかも1拍目より2拍目の方が長い音がしてるのでパッパッパッパーン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 、シンコペーションね、いわゆるね、1と2、1と2で2でクレッシェンドしててください。いきます、明日それあふのねぬのねぬのねぬのねそうそうそう、そうドーンっていうのをちゃんと感じてみんな、体の中で明日に向かって明日に向かってドーン、歌います。もっとちょっと縦の運動を強くして極端にもう何言ってるか分かんなくて明日に向かってそれあふのねぬのねあふのねぬのねやりすぎじゃないと思う。アジダニーダーダーのベローっとこう行かれるよりは、ずっといいと思う、うん、今とさっきの間ぐらいにしよう。それで歌いまーってところで絶対遅くしないで、遅くするとその次の次の小説に出てくる8分の7拍子の意味がなくなるから、その小説が歌いますって余ってるように聞こえちゃうと、それ8分の7だから、それだと意地でもインテンポもしくは早まるぐらいが、うん、これ OK だったらねどんどん前行くって。はい、みんなついてきてください。明日にそれやりすぎですが、今みたいなやりすぎです、僕はやらせすぎてるんですけれども、今みたいななんというかあの歌い切り方をしたいというふうに思ってないと最後はなんか決まらない、テンションが低くてね。でそのザンボンっていうね軽い足踏みね、そのボンっていうのね、このボンにならないでポンって終わってください。これはまあもちろん、いろんなやり方があると思うので、はい、なんていうの、今は皆さんは軽め、よし一応最後までいったぞ、48分50分までだから通そっか、通して、終わりにしたいと思います。まずいこれで小学校のプレイまだねやばいなこれでは頭から一回通して、小学校の部の講習終わりたいと思いますね。よろしくお願いします。こんにちは。
はい、ありがとうございました。座ってください。はい、立ちましょう。というわけで、小学校の部の、届いてますかの講習をこれで終わりたいと思います。ピアノは長安理恵先生でした。ありがとうございました。立ちましょう。この後、2時から、中学校の部の課題曲のリプレイを行います。息を整えてまた頑張りたいと思います。ありがとうございました。